超久しぶり。母校の廃校が決まり10年ぶりに再会した放送クラブの3人。人って変わるんだね。タイムカプセルなんてどこに隠したっけ。せーの、じゃあ撮るよ。大人なんだからさ、ちゃんとした仕事した方がいいと思う。何それ、どういう意味。周りは結婚したり別の仕事始めてる人も多くて、このままでいいなんて思ってないし、給料もっと上げろ。これはね、大人の秘密クラブなの。楽しそう。あの子迫力ないね。誰が連れてきたのかな。何あれ、勝手に男入れる。ちょっと悩んでることがあって。月曜が憂鬱なあなたに送るガールズムービー。次の週末篠城で篠の目の空見ない。篠の目色の週末。